こんにちは、たつくりです。今回は折り紙で指ハートを作っていきます。このままでもいいんですが、服の袖をつけてもいいと思います。前に紹介したこのハートと一緒に飾ってもいいと思います。とても可愛いのでぜひ作ってみてください。他にもたくさんの可愛い作品を紹介しているので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速作っていきます。裏返してこの向きにします。右の角を左の角に合わせて折ります。上下の角を合わせて少しだけ折って印をつけます。上の角を中心に合わせて印をつけます。下の角を上の印に合わせて折ります。左上を縁で折ります。右下を左上に合わせて左側だけ折ります。右は折らないようにします。今折った縁を端に合わせて左だけ折ります。折れたらここまで戻します。左下の端を折り筋に合わせて折ります。一番右の折り筋で折ります。右の縁を一番左の折り筋に合わせて折ります。角を縁に合わせて折ります。角を少し折ります。だいたいこれくらいです。裏返します。左の角から少し開けて斜めに折ります。だいたいこれくらいです。折り筋で折ります。
裏返してくぼみから角を後ろへ折ります。これで一つ完成です。もう一つは左右逆に折ります。裏返してこの向きにします。左の角を右の角に合わせて折ります。上下の角を合わせて少しだけ折って印をつけます。上の角を中心に合わせて印をつけます。下の角を上の印に合わせて折ります。縁で折ります。今折った縁を右上の端に合わせて右だけ折ります。左は折らないようにします。押さえたまま縁を右上の端に合わせて右だけ折ります。折れたらここまで戻します。右下の端を下の折り筋に合わせて折ります。一番左の折り筋で折ります。縁を一番右の折り筋に合わせて折ります。角を縁に合わせて折ります。角を少し折ります。裏返します。右の角から少し開けて斜めに折ります。折り筋で折ります。裏返してくぼみから角を後ろへ折ります。
裏返したら、これで完成です。二つ合わせてみて、もしずれていたら、指の位置を調整します。これで完成です。次は服の袖を作っていきます。上を少し折ります。裏返します。右を少し折ります。左を右の折った部分に重ねて折ります。折った部分の上を後ろに挟みます。裏返したら、これで袖の完成です。同じものをもう一つ作ります。袖に手を入れます。これで指ハートの完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。